破する。さあ中には富樫がいるが、戻して海洋セザール、キーパーパンチングというところ。このバックアップ中にワンタッチで徳本も入っていこうというところですが、さあフリーになる、中へ入っていってシュートになるか。いやこれナイスセーブ。逆サイドには徳本がいます。さあアントフレをどうだ、シュートまでいけるか。白井18人が金沢でプレーしていた選手。さあこれどうでしょう、ボールがシュートを打っていく。白井キーパー中、阿部まだあるぞ、収まるか。さあシュートまでいけるか、ゴールキーパーまだ。高いワンタッチ、長谷川、高いレオ来た、高い打つ。もう20歳の石尾がずっと見ています。岡田の仕掛け、岡田の右足だ、弾く。千葉がボールをキープ、右からシュート、後藤のナイスキーパー。ボールが入る、オーダーのオーバーラップ、マイナスのクロス、あっ、さあ後半の立ち上がりですが、この位置で奪った、打ってくる、ロングシュート。さあここも高い、高いのシュートはゴールキーパーマイナス、戻して佐藤、パスにした河合、富山のクロス引き返した、こぼれたシュート、横山中にドリブル切り返して左足のシュート。広げて内田、クロスが入る、合わせた藤本、後藤が立ちはだかりました。飛び込んでいくヘディング、パー触って白井のキック、中央、うん、ヘディング、よく触った、こぼれてシュート、うん、杉優と縦長いボール、ルキアンが追っていく、うん、稲葉とルキアンですが、さあ左や、ルキアンのシュート、こぼれているが、遠藤から中、うん、スラッシュボールが、後藤懸命のセーブ。中でね、人数固めたっていうのも非常に良かったですよね。さあそして左足の強いシュート、ルキアンに入る、ルキアン前を向いて、後藤前セーブ、打ったのは群馬だ。さあ芯が取った、芯が中央からシュート、ーここはなんとかキーパー、セーラー後藤ヘディング、そしてもう一つ、セルジーニのボール、よく収めました後藤、クロスを上げて折り返せるか、折り返した、頭でいった、新潟と後藤止められた。やっぱ全部すべて相手がセカンドボールになってましたね、はい、今から小野打ってきた、ね、ですから何が起こるかわからないんですからね、はい、まあ、のフリーキックゴールに向かってきました。ここを繋いでくる、山田陸、山田のシュート、低いボール、ニアサイのヘディングは後藤を弾いていきました。この先はダイレクトで上げて矢野を狙う、その後ろにいた、こぼれは矢野貴重、半田が、さあそしてもう一度ビニシウス・アラウジョ、後藤ナイスセーブ。